バンジャールとは、インドネシアバリ島に見られる地域コミュニティである。バンジャールの集会所バンジャールは、形式的には、居住単位であり、デサの既婚の男性居住者がそのメンバーとなるが、実際は、絶対主義的と言えるほどの最高権力を持つ、共同体であり、メンバーの生活のための法的、物質的、道徳的条件を整える役割を果たしている。世紀の小の文には、 自社関連の活動についてこのバンジャールの子が見られる。また、バンジャールパトゥス、バンジャールスカドカという言葉にあるように、バンジャールの起源はバリヒンドゥに根ざしたライフサイクルの儀式、とりわけ葬儀の準備、実行にあるとされている。しかし、その起源はどうあれ、一般にバンジャールは親族のような共同体とみなされている。そして、バンジャールのメンバーシップである、 クマラ・バンジャールから除名されることは、バリの人々にとって、甘んじて、死を待つに等しい事態である。なお、行政事務を取り扱うバンジャールと、同規模の組織として、ドゥスンが並立している。かつて、バンジャールとドゥスンは、それぞれバンジャール・アガット、バンジャール・ディナスと呼ばれ、役員・構成員が重なる地域もあった。ありがとうございます。